六六尾、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 紀藤版は日本の妖怪の一種、六六種。大別して首が伸びるものと首が抜け頭部が自由に飛行するものの二種が存在する。古典の階段や図筆によく登場し、妖怪画の題材となることも多いが、ほとんどは日本の怪奇趣味を満足させるために創作されたものとの指摘もある。 六六尾の名称の語源は、などの説がある。外見上は普通の人間とほとんど変わらないが、首が胴体から離れて浮遊する抜け首タイプと、首だけが異常に伸びるタイプに分かれる。こちらの首が抜けるものの方が、六六尾の原型とされている。このタイプの六六尾は、夜間に人間などを襲い、血を吸うなどの悪さをするとされる。首が抜ける系統の六六尾は、首に、 凡字が一文字書かれていて、寝ている首だけが飛び回っている時に、本体を移動すると元に戻らなくなることが弱点との説もある。古典における典型的な六六ろ首の話は、夜中に首が抜け出た場面を他の誰かに目撃されるものである。抜け首は、魂が肉体から抜けたもの、離婚病とする説もあり、ソロリ物語では、女の猛念迷い歩くことと題し、 女の魂が睡眠中に体から抜け出たものと解釈している。道書によれば、ある男が鳥や女の首に姿を変えている抜け首に出会い、刀を抜いて追いかけたところ、その抜け首は家へ逃げ込み、家の中からは怖い夢を見た。刀を持った男に追われて、家まで逃げ切って、目が覚めたと声がしたという画像参照。ソロリ物語からの引き写しが多いと見られている。 怪談集、諸国百物語でも、越前の国府中六六尾のことと題し、女の魂が、体から抜け出た抜け首を、男が家まで追いかけたという話が、あ、画像参照、この女は在庫を恥じて、夫に暇をこい、髪を下ろして、王女を遂げたという。立花春明による、江戸時代の随筆、北左段でも、やはり、 魂が体から抜け出る病気と解釈している。完成元年に越前国、現、福井県のある家に勤めている下女が眠っている間に枕元に首だけが枕元を転がって動いていた話を上げ、実際に首だけが銅を離れるわけはなく、魂が体を離れて首の形を形作っていると説明している。妖怪感の解説書の性格を備える怪談本。 古今百物語評判では、絶奇使用書を日後にて、六六日を見たもうことと題し、日後国、現、熊本県の宿の女房の首が抜けて、宙を舞い、次の日に元に戻った女の首の周りに筋があったという話を取り上げ、同書の著者である山岡本隣は、中国の書物に記された、いくつかの例を挙げて、こうしたことは、 昔から南蛮ではよく見られた子で天地の増加には限りなく、クラゲに目がないなど一通りの常識では測りがたく、とでは聞かぬことであり、すべて怪しいことは縁国にあることであると解説している。また、香川県大川郡長尾町高津村、現、佐貫氏にも、同書と同様、首に輪のような座のある女性は、六六びらという伝承がある。随筆、中量万六にも、 吉野山の奥地にある六路志村の住人は皆六六尾であり、子供の頃から首巻きをつけており、首巻きを取り去ると首の周りに筋があると記述されている。松浦聖山による随筆、甲子屋は続編によれば、日立国である女性が難病に侵され、夫が行商人から白犬の肝が特効薬になると聞いて飼い犬を殺して肝を服用させると、 妻は元気になったが、後に生まれたジョジは、六六首となり、ある時に首が抜け出て、宙を舞っていたところ、どこからか白い犬が現れ、首は噛み殺されて死んでしまったという。これらのように、六六首、抜け首は、基本的に女性であることが多いが、江戸時代の随筆、詳細筆記には、男の抜け首の話がある。ある寺の住職が夜寝ていると、胸のあたりに、 人の頭がやってきたので、それを手にして投げつけると、どこかへ行ってしまった。翌朝、寺の下男が暇を凍ったので、訳を聞くと、昨晩、首が参りませんでしたかという。来たと答えると、私には抜け首の病気があるのです。これ以上は、方向に差し支えますと、故郷の下佐国へ帰って行った。下佐国にはこの抜け首の病気が多かったとされる。 ねぎしやすもりによる追、追出、次能では、六六尾の噂の立てられている女性が結婚したが、結局は噂は、噂に過ぎず、後に仲睦まじい夫婦生活を送ったという話がある。本当の六六尾ではなかったという、この話は、例外的なもので、ほとんどの六六尾の話は、上記のように、正体を見られることで不幸な結果を迎えている。江戸時代の百科事典。 和漢三歳添では口述の中国のものと同様に、非当番の表記を当て、耳を翼のように使って空を飛び、虫を食べるものとしているが、中国や日本における、非当番は単なる偉人に過ぎないとも述べている。小泉役物作品、六六尾にも、この抜け首が登場する。元は、都人で今は、宮間で木こりをしている一族、と見せかけて、旅人を食い殺す。 という設定で描かれている。水木しげるのゲゲゲの鬼太郎には高熱妖怪抜け首として登場する。本作では抜けではなくひらがな表記の抜けが正しい表記となる。コア表の男の妖怪で自由に物理的に首と胴体を切り離せる。切り離した状態になると首は再現なく熱を発し胴体が冷却装置の役割を担っている。ある時、 首を切り離している最中に胴体が行方不明となってしまい、首は熱を発し続け巨大に膨れ上がり、爆発寸前にまでなった。鬼太郎は仲間の冷凍妖怪、雪女や雪んこに抜け首の首を冷やしてもらっている間に胴体を捜索。胴体を見つけて戻ると近づくことができないほどの高熱となっており、鬼太郎は飼い形、鶴べびなどの力を借りて、 ようやく首を胴体に戻すことができた。寝ている間に人間の首が伸びるという話は、江戸時代以降、竹の俗団、神田皇室、夜間時団などの文献にたびたび登場する。これはもともと、六六首、抜け首の胴と、頭は霊的な糸のようなものでつながっているという伝承があり、石炎などがその糸を描いたのが、 細長く伸びた首に見間違えられたからだとも言われる。う子屋わに以下の話がある。ある女中が六ろ六ろ首と疑われ、女中の主が彼女の寝ている様子を確かめたところ、胸のあたりから次第に水蒸気のようなものが立ち上り、それが濃くなると共に頭部が消え、見る間に首が伸び上がった姿となった。驚いた主の気配に気づいたか、女中が寝返りを打つと、首は、 元通りになっていた。この女中は普段は顔が青白い以外は普通の人間と何ら変わりなかったが、ある時は女中に暇を取らせた。彼女はどこもすぐに暇を出されるので、方向先に縁がないとのことだった。この、甲子屋と、前日の北サダンで体外に出た魂が首の形になったという話は、心霊科学でいうところのエクトプラズム、霊が体外に出て視覚か。 実体化したものに類するものとの回もある。江戸後期の大衆作家、実編者十九による特本、列国階段危機が記帳では、六六尾は人間の行元によるものとされている。演習で、海神という僧が、お四つという女と駆け落ちしたが、お四つが病に倒れた上に、旅の資金が尽きたために、彼女を殺した。後に海神は減し、泊まった宿の娘と惹かれって、 枕を共にしたところ、娘の首が伸びて、顔がお四つと化し、恨みつらみを述べた。海心は、過去を食い、娘の父にすべてを打ち明けた。すると父が言うには、かつて自分もある女を殺して金を奪い、その金を元手に宿を始めたが、後に生まれた娘は因果により生来の六六尾となったとのことだった。海神は再び仏門に入って、お四つの墓を建て、六六尾の塚として、 後に伝えられたという。六六尾を妖怪ではなく一種の異常体質の人間とする説もあり、友のよもぎ系による江戸時代の随筆、神田皇筆では、新吉原のある芸者の首が寝ている間に伸びたという話を挙げ、眠ることで心が緩むと首が伸びる体質だろうと述べている。文献のみならず交渉でも六六尾は語られており、 岐阜県の明智町と岩村の間の旧街道に、蛇が化けた六六首が現れたと言われている。長野県飯田市の古市久康の交渉では、人家に六六首が現れると言われた。文化時代には、遊女が客と添い寝し、客の寝静まった頃合いに、首をするすると伸ばして、安頓の油を舐めるといった階段が流行し、六六首は、こうした女が化けたもの、または、奇病として語られた。 またこの頃には、六六尾は、見せ物小屋の出し物としても、人気を博していた。諸法見文録によれば、1810年、文化7年に、江戸の上野の見せ物小屋に、実際に、首の長い男性が、六六尾として、評判を呼んでいたことが記されている。明治時代に入っても、六六尾の話がある。明治初期に、大阪府茨城市、芝山町の商家の夫婦が、 娘の首が、夜な夜な伸びる場面を目撃し、神仏にすがったが効果はなく、やがて町内の人々にも知られることとなり、いたたまれなくなってその地を転出し、消息を絶ったという。首が、胴体から離れる形質の六六尾は、中国の妖怪、一頭番、一頭番、頭が、胴体から離れて浮遊する妖怪に由来するとも、言われている。また、 首の周りの筋という前述の特徴も中国の非当番と共通する。また同様に中国には落ち頭、落頭という妖怪も伝わっており、首が胴体からスポッと抜けて飛び回り、首が飛び回っている間は、布団の中には胴体だけが残っている状態になる。三国時代の呉の将軍、主官が雇った女中がこの落ち頭だったという話が伝わっている。 耳を翼にして飛ぶという。また、真の頃には南方に、オチカシラ民、ラダク島民と言われる部族民がおり、その人々は首だけを飛ばすことができたという。また、東南アジアでは、ボルネオ島に、ポンティアナ、マレーシアに、ペナンガランという、東部に増物がついてくる形で体から抜け出て、浮遊するというものである伝承がある。また、南米の、 チョンチョンも人間の頭だけが空を飛び回るという姿をしており、人の魂を吸い取るとされる。パリのディオーネシウスは首を切り落とされた後自分の頭を拾い上げ数キロメートル歩いて、説教を続けたという伝承がある。アイルランドのデューラハンは肩脇に自分の頭部を抱え片手で手綱を操り首なしのに、乗る首なしの妖精とされる。妖怪研究家。 ただかは、日本が、室町時代から安土桃山時代にかけて、南中国や、東南アジアと貿易していた頃、これらの伝承が、海外から日本へ伝来し、後に、江戸時代に鎖国が行われたことから、日本独自の首の伸びる、妖怪、六六尾の伝承が生まれたものと見ている。しかし、日本のもののように首が伸縮する事象は錯覚も、 含めてある程度考えられることなのに対し、海外のように首が銅から離れるということとは、かけ離れているため、これら海外の伝承と日本の伝承との関連性を疑問視する声もある。平野正門の首は跳ねられて、晒し首にされた後も腐らず毎晩恨み事を語り、自分の体を探し求め中を飛んだという伝承がある。七広尿棒という首の長い、 七広十三メートル妖怪が三人に伝わる。実際に首が伸びるのではなく、本人が首が伸びたように感じる、あるいは他の人がその人の首が飛んでいるような幻覚を見る、という状況であったと考えると、いくつかの疾患の可能性が考えられる。例えば片頭痛発作には稀に体幹幻覚という症状を合併することがあるが、これは自分の体や、 その一部が伸びたり縮んだりするように感じるもので、例としてよくルイス・キャロルの不思議の国のアリスが挙げられる不思議の国のアリス症候群。この本の初版には、片頭痛持ちでもあったキャロル自らの差し絵で首だけが異様に伸びたアリスの姿が描かれている。ただし後のバニや、ディズニーのアニメでは体全体が大きくなっているように描かれている。一方、ナルコレプシーに よく合併する入眠時幻覚では患者は突然眠りに落ちると同時に鮮明な夢を見るがこの時に知人の首が浮遊しているような幻覚を見た人の例の報告がある。夢の旧作の小説ドグラマグラにおいては登場人物の正木博士が66首の階段は夢中遊行、睡眠時遊行症状態の人間が夜間無意識のうちに 喉の渇きを癒すために何らかの液体を飲ん、その後を翌朝見つけた人間がそれを六六ろろ首の仕業であるとしたところから生まれたものであるという説を立てている。酷使された末に千病室となって痩せ衰えた遊女が夜に灯油を舐めている姿の影が首の長い人間に見え六六ろろ首の話のもとになったとする説もある。内膜と等身大の人形 頭はないを利用した技術であり、現代の分類で言えば人体マジックに当てはまるものである。ネタの内容は、内膜の前に着物を着せた人形を正座させ、作り物の長い首を内膜の後ろで体を隠し、顔だけを出している女性の本物の首と紐で結ぶ。あとは内膜の後ろで体を隠している女性が立ったりしゃがんだりすることによって作り物の首を伸ばしたり、 縮めたりして、あたかも六六尾が実在するかのように見せる。明治時代の雑誌で、このネタバラシの解説と絵が描かれており、19世紀の時点で行われていたことがわかる。当時は学者により、怪現象が科学的に暴かれることが盛んだった時期であり、六六尾のネタバラシも、そうした時代背景がある。大正時代においても、自社の祭礼や縁日での見せ物小屋で、 同様の工業が行われ、人気を博していた。海外の人体マジックでも似たものがあり、落ちた自分の頭を自分の両手でキャッチするものがある。こちらは、デューラ班の見せ物として応用できることから、同様の記述が各国で応用的にアレンジされ、見せ物として利用されたものとみられる。なお、統計の妖怪も幻想器を用いた記述で説明がつけられる。 暗がりならなおさらいたずらでも可能な話である。こうした記述の応用は現代では特撮に用いられることがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。